エスカヒル、ナルトは、徳島県ナルト市ナルト町土佐戸マリウラの、ナルト公園にある、観光用エスカレーターを持つ展望施設。館内のエスカレーターは、有料で、長さと、高低差は建設当時日本一であった。山の中原から、頂上の展望台に至る2連4台で構成され、3分、ほどで、頂上まで到達することができる。ナルト観光工業が運用する。 エスカヒル、ナルトは、ナルト山山頂にある展望棟と中原にある、バイテン両、棟を結ぶエスカレーターで構成されている。二棟の間の標高差は45メートルあり、それを結ぶために2連4台、全長80メートルのエスカレーターが建設された。このうちの1連2台は、全長68メートル、高低差34メートルで建設当時日本一で、あった。 2018年、平成30年、現在、日本一の座にあるエスカレーターは、入漁マワールドにある全長96メートル、高低差42メートルの三菱電機製のエスカレーター、マジックストローである。営業時間は、夏季が8時頃から17時まで、冬季が9時頃から17時までを基本としつつ変動があり、不定級がある。館内には、 和食と洋食のレストランが1軒ずつあるが予約生活団体専用である。売店では徳島ラーメンやキンキーもソフトクリームなどの特産品の販売を行っている。展望台からは大鳴門橋の全容となると海峡が見渡せ、晴天時にはちょうど島や和歌山県まで見える。来館者はゴールデンウィークと阿波踊りの期間に最も多くなり、1日で 約6000人が訪れることもある。エスカヒル・ナルトのエスカレーターエスカヒル・ナルトのエスカレーターは、全長68メートル、高低差34メートルのものと、高低差5.75メートルのものが、上りと下りで2台ずつ、計4台のエスカレーターで繋いだもので、メーカーは、日立製作所で、機種は CX 型。高低差34メートルのものと5.75。 メートルのものの間には踊り場がある。2台に分割されたのは事故、故障、災害発生時への備え、高所恐怖症の人への配慮、長時間同じ姿勢で乗ることによる疲労感の緩和、保守点検が理由に挙げられる。設置検討段階では踊り場を設けず1台のエスカレーターで結ぶことや3台以上に細分することも検討していた。 エスカレーターは眺望と最高を考慮したシースルー構造を採用しており、ガラス張りの天井と壁に囲まれている。エスカレーターの両側の山には桜、筒ツ子ツ、水仙などの花が咲き、特に春にはエスカレーターに乗りながら桜を見られる。海に近いため高い耐久性が求められたことと、高級感を出すために、踏み段や欄干などの主要素材にステンレス鋼を採用している。 エスカレーターの幅は8 0トル、踏み段の幅は6 0 4トル、運転速度は3 0トル、分、傾斜角度は30度で、1時間に6000人を輸送できる能力を持つ。2018年現在の利用料金は、エスカレーター往復利用で大人400円、小人100円である。渦の道とのセット券もある。2018年現在、バリアフリー対応はしていない。 駐車場と展望棟、東側中腹の洗浄時期展望台と展望棟との間にそれぞれ遊歩道があり、上りあるいは下りの片道のみエスカレーターを利用することも可能である。片道料金は設定されていない。下りのみエスカレーターを利用するときの料金は出るときに売店棟で支払う。鳴門市の民間企業である、鳴門観光工業株式会社は、 1969年にエスカヒル・ナルトと同じ位置に屋外リフトを建設した。リフト開業以降、ナルトの渦潮を見物する観光客はリフトで、ナルト山の山頂まで登り、そこから眺望を楽しむようになった。1985年に大ナルト橋が開通すると、観光客が押し寄せリフト利用者は年間30万人に達した。そこで、 ナルト観光工業はリフトをエスカレーターに切り替えることに決定した。エスカレーターの建設地は国立公園に含まれるため日本国の建設許可を得る必要があった。これに対し徳島県やナルト市は観光振興の県地から建設計画を支援し、ナルト観光工業株式会社は許可を得ることができた。そして、 セット内海観光の目玉として1988年に建設を開始、1989年4月にエスカヒルナルトが開業した。完成当時、エスカレーターの用歩道は東京、上野駅の21.323メートルを超える34メートルとなり、日本一となった2017年2月8日、エスカレーター工事が完了し、営業を再開した。自動車利用の場合、 神戸淡路鳴門自動車道、鳴門北インターチェンジから約5分、JR 鳴門線鳴門駅から約15分である。駐車場は鳴門公園のものを利用する。ありがとうございます。